今年で4回目となるテレビ愛知主催のイベント十ちゃん縁日。去年と一昨年は新型コロナウイルスの影響でオンラインのみで行われましたが、今年は3年ぶりにリアルで開催されました。会場にはボール投げやスーパーボールすくいなど縁日でおなじみのブースが並び、午前中から多くの親子連れでにぎわっています。また SNS 公式アカウントをフォローするとオリジナルグッズがもらえるコーナーや、テレビ愛知の人気番組を紹介するブースも用意されています。このほか今日は SKE48 の未完全 TV など現在テレビ愛知で放送中の番組の公開収録も行われました。十ちゃん縁日は明日の午後9時まで開催されています。